はいどうも、森さんです。テンションめっちゃ低くないですか？いや、今日は朝6時から、じゃあ6時半からちょっとコラボで髪の毛を3人切って、で1人はブリーチ2回とからして、まあ今この午後ね、スタジオ来て、で朝5時起きだったんですよ。で昨日夜まで作業してたから寝ないでそのまま来た。だから今もう27時間ぐらい起きてるから、1人27時間テレビですよ。あ、すごい。というわけで、まあ今日もUUUMのスタジオに来てますね。恒例のマネージャーが考えてきた企画をぶっつけでやるシリーズです。イエイ。今日はほうキキお茶に挑戦してもらいたいと思います。キキお茶、静岡だから。そうです。なるほどね。静岡出身なのでお茶にはね詳しいんじゃないかということで、まあまあまあね、まあね、やっぱ静岡って言ったらねお茶のイメージありますから、はい、まあ、でもお茶やっぱすごい飲みますよ。飲みますか？なんか他の人とかに比べて静岡にいた頃のお茶を飲んでた頻度ってやっぱりすごい多い。今は？今も飲みますよ。この中だったら一番多いお茶やっぱ飲みますね。一回試飲してもらってその後キキお茶挑戦っていう風に。まあ一回味をね、はい、覚えないとね。ガキ使で見たやつね。ガキ使好きなんで。ああ、めっちゃわかる。やりましょうか。あ、スタート。いってみよう。じゃあまずね味をね覚えますか。あ、匂いをちょっとそうだ覚えておかなきゃ。なるほど。これ紙コップの匂いなのかお茶の匂いなのか難しいな。うん、多いお茶ってなんかすごい個人的な甘いイメージ、なんか後味が苦味とかも全然ない。これは初めて飲む。京都伊右衛門福寿園。あ、これ多分紙コップの匂いだよ。なんかさっきと同じ匂いがする。あー、これは終わった後抹茶じゃないけど茶葉の匂いがグッてくる。でも味はめちゃくちゃ多いお茶に近い。甘い、うん、甘いんだけどよくちゃんと飲み込んだ後に鼻から息をスーッて通すと多いお茶よりは茶葉の味がする。じゃあ次、セブンのはじめ緑茶。飲んだことないです。でもこれ静岡茶入りって書いてある。なんか若干違うな。香りが強いですね。これなんかお茶の匂いがすごいちゃんとする。これは甘い甘いってきて、まあ、お茶って感じ。お茶って感じ、うん、まあお茶なんだけど茶葉の苦味もちゃんとくる。さすが静岡茶入り。じゃあ次、特茶。これはだってもう苦いからね。あ、苦いか分かんないね。うん、これはもうこれ絶対分かる。これは絶対分かる。最後、綾鷹。これもね甘い系なんだよ。で多いお茶よりちょっと濁りの効いた茶の味。はいはい。わー、これあれだ、忘れるわ最初の方に飲んだやつ。これは当たらんよ。はい、飲みたいね、これね。くー、はい、じゃあ分かりました。はい、ここから私シャッフルするんで、うん、ちょっとお待ちください。はい、分かりました。やばい、忘れる。はい、じゃあ並び替えました。じゃあ、右からいきます。よいしょ。これ絶対特茶でしょ。いや、違うな、そんなに苦くねえ。あ、甘いね、これ一通り一回飲もうかな。いや、これとこれの違いが分かんない。いや、ガチで一緒や、これ全然分からん。さっきあんなレビューしてたのに。あれでもやっぱパッケージがあるからちょっと先入観があるのかもしれないですね。なしで飲むとやっぱ分かんないもんだな。うん、ここに来てなんか新しいのがついてきた。これはでも多分特茶だと思うんだよね。これと両端はなんか若干苦めな感じ。やばい、苦みに慣れてきた舌が。これでも多分ちょっと暫定だけど、いやこれ怪しいんだよ。ここかここなんだよ。一番甘いから一旦ここかな。でもう一回これなんだっけ。これがすごいお茶っぽい。お茶、これはじめ緑茶な気がするな。こっちどっちが苦いかっていうところなんで。あ、でもこっちの方が苦いわ多分。そんな特茶となんか近いぐらい苦いやつあったっけ。こういうことか、こういうことか、こういうことなんじゃないこれ。お茶っぽいお茶。いやでもこれ苦いな。はじめ緑茶こんな苦かったか。これむずい、これむずい、これむずいな。一番最後まで苦味あるな。こうかな。普通にやってる分にはいいけど、これ間違えてタイキックとかが出てきたらって考えたら怖いな。多いお茶だと思うけどな、やっぱり何回飲んでも。これはでもやっぱりこれな気はする。茶葉の匂いが強い。特茶が意外と分かんない。こうパッケージで並んで飲んだ時は結構ダントツに苦かったんですよ。ほぐして飲んだら苦いのが何個かある気がする。うわー、でもあー、いやこれ特茶でしょ多分。全然苦いわ。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、自分で前に来て正解見てください。はい、これでいきます。一個違いとかであってほしいね。特茶、
一個違いか。一個違いでした。あやたかと緑茶が逆か。最初なんて合ってたんですよ、セブンのお茶そこに置いてたの。入れ替えなきゃ合ってたんか。合ってました。全部合ってたんか。はい。あらま、あらま。あ、そっか。あやたかがじゃあ結構渋い味なんだね。ちょっと苦味があるんだ。へえ、そう見た上でちょっと飲もうかな。ああ、あやたかだ。あやたかだ。あやたかだ、これ。うわあ、難しかったな。くー、外してしまったか。いやー、意外と難しい。はい、というわけで今回はキキお茶やってみました。意外とあ、これこうかみたいな考えてるのが楽しい。ガキ使ワンコーナーやったみたいな、結構面白かったです。あれでもいいですよね、みんなよく食べるチョコレートとかね。あ、次それしましょうよ。キキチョコやりたい。コンビニでね、買えるから試しやすいですよね。こういう飲み物とかもそうだし、食べ物とかでも。よかったら何かしら挑戦してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。